リアデメイはチェコのアダルトモデル、ポルノ女優である。ポルノ業界に入る前は飛び込みの選手だった。彼女は1976年にチェコスロバキアに生まれ、飛び込みのナショナルチームのメンバーとなったが、1996年のアトランタオリンピックに向けた10メートルの台からの練習中に事故で脊椎を損傷した。彼女は怪我から復帰し、 2000年のシドニーオリンピックの代表に内定したが問題が続いて引退した。その後彼女は写真家からヌードの撮影を説得されアダルト業界に入った。彼女は80本以上のアダルト映画に出演した。デビュー作はアメリカの小さな会社の映画だったがその美しさからすぐに受け入れられた。アメリカからヨーロッパに戻り、 母国でさらにアダルト映画への出演を続けたが、しばらくして、また、アメリカへ戻った。リアメイは、シルビア・セインと、ダニエラ・ラッシュ、モニカ・スイートハートと共に、ドリームチームとして知られ、チェコの初期のアダルト界を代表する女優となった。2004年のアベン賞の外国人女優部門にも、ノミネートされた。リアは2004年7月に、悪性の脳腫瘍の一種、ニカワガシと診断された。 闘病中には世界中のファンや芸術家が彼女がブラハで設立した医療ファンドを支援したものの2004年12月9日28歳の誕生日を17日前にして亡くなった。ありがとうございます。